おはようございます。おはようございます。そう、自己紹介するんだ。絵本から障害への理解を広める活動をしています、絵本作家の庄司愛香です。はい、なんか最近はちょっとずつ絵本の紹介ね、読み聞かせライブをしております。あ、デコボコさんだ。おはようございます。はい、じゃあね、今日は子供と一緒に楽しめる絵本というところで、これね、お猿の絵本、よけろという絵本を読んでいきますね。ジョージじゃないでしょ。早速読みます。ねえ、ニンニンも聞いてて、もうね、重くて早くはできないんだよね。抱っこができないんだけど、結構好きな絵本でした。カールの夜春がやろうね。重い。よけろ、よけろ、ダダ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 。何かが来たよ。はい、よけろ、よいーん、こんな感じ。カッカー読ませてよね。春みたいね。ポカロッポカロッポカロッ。なんで見せてみる。ダメ、一緒わかんないしだ。よけろ、よいーん。じゃん。次はね、ひろひろ。見せないで。見せないとわかんないでしょ。よけろ。シンプルなんですけど、オノマトペとかね、ギュンギュンギュンとかシュワーンとかヒョイーンとか、そんなような言葉も楽しみつつ、こう結構汚い、結構激しめの揺れをビャーンとね、を楽しめるような危な絵本でした。うるさいので今日は短いですが、この辺で、あー、やめてください。ニンニハルくんおはようって言ってるよ。ニンニハルくんおはようって言ってるよ。ニンコバンバン、ありがとうございます。ニンコバンバン、ちょっとシュシュしかないので終わります。バイバイ。